皆さんこんにちは、花房学です。いかがお過ごしでしょうか。さあ今回はですね、四条河原町の交差点からですね、四条大橋を渡って祇園四条の交差点を越えて、そしてそのまままっすぐ突き当たりの八坂神社まで行きます。そして八坂神社の境内をね、少し歩いた後にそのまままっすぐ突き切って丸山公園、そしてね、長楽館っていうところはありますけれども、まあ、その辺までお散歩してきましたというね、動画を上げてみたので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。まあ、最後はですね、完全防備した姿の僕が英語でまとめてますんでね、最後まで見ていただければなというふうに思います。それではどうぞ。四条河原町の交差点を背中にして四条大橋を八坂神社の方向に向かって進んでいます。右側には南座が見えてます。歌舞伎の殿堂ですね。さあそして鴨川ですね、西側には納涼床が出ていますけれども、今年はだいぶ少なめです。木舟の川床に対してこの床は納涼床というのが正しい読み方ということですね。橋の西側の南爪にはですね、振り返ると高級中華料理で有名な東華菜飯が見えてますね。現役で使われている最古のエレベーターがあるお店、お店の中はこんな感じですね。建物はアメリカ人のウィリアム・ボーリスが建てたもの、設計したものですね。彼は昭和の中ぐらいまで生きてました。キリスト教の伝道師、建築家、実業家として活躍しました。ボーリス設計の建物はですね、同志社、あとは平安女学院などね、あります。まあ、全国にもありますけれどもね。あとはメンソレータム製造販売している近江兄弟社の創業者でもあったということですね。遠くの方に八坂神社見えてます。こちらは祇園四条の交差点ですね。名手通り、通称切り通し、渡っていくところですね。この辺りですね。さあそしてこちらはくず切りで有名な鍵前義房がそろそろ見えてくるかなというところですね。あ、ここはね、八坂神社正面に見えてきました。ここですよね、くず切りで有名な鍵前義房ね。くず切りって書いてありますね。そして右側にはこの赤い壁が特徴的な一力茶屋ですね。茶屋さんです。左は幼児屋さんですね。これね、さあ祇園一段下到着しました。ね、祇園祭りって書いてある赤い旗、頑張ろう日本って今年は書いてありますね。残念ながら中止です。こちら西門になりますよね。あ、これが正門ではないんですよね。正門は南門になるということでございます。ね、こんな感じですよね。西門から見た祇園商店街の方向、こちらはね、駅神社ですね。血の輪が設置されてます。駅台をどんどんこう歩いていって、拝殿がある、拝殿と拝殿があるね、境内の方に向かっています。まあこの八坂神社のですね、本殿っていうのは実は前殿と一体になってるんですね。屋根の庇が一体になっている珍しい神社建築ということでね、お囃子の音が聞こえてまいりますけれども、まあ、こちらはですね、まあ、CD で流しているということですね。さあ見えてまいりました。右の方が前殿、あ、ごめんなさい、そうですね、前殿ですね。で左こちらが拝殿と本殿が一体となっている、まあ、これは八坂神社にしか見られない建築様式、祇園造りというふうに呼ばれています。こちらが南門ですよね。南門一回出てみます。南門を出るとですね、左側に中村楼がね、見えてきます。こちらの隣ですね、右隣に中村楼が見えてきます。高級料亭といった感じでしょうかね。
もう本当に歴史が古い、もともとはねお茶屋さんだったということですね。まあ、こちら後ろ振り返ると南門ということですね。いい門構えしてますよね。本当に老舗中の老舗という感じがいたします。さあ、そして一回また境内に入って、今度はですね丸山公園の方に向かってます。左側が丸山公園ですね。右に見えている倉庫は祇園祭の山鉾町が所持している山や鉾を各々保管している場所になります。有名な祇園しだれ桜がね見えてきました。左側ですね。今夏なのでこのように緑が青々と茂っているという感じですけどもね、春は本当に綺麗な桜を咲かせてくれる有名なスポットです。そして今度右側はですね、この手前の建物の裏側にねある建物、こちらは長楽館というね明治時代実業家だった村井吉兵衛、タバコで財を成した方ですね。タバコなんて言われてますけどもね、彼が建てた迎賓館ってことになります。この祇園しだれ桜を背中に、ね、右の方に歩いていくと長楽館にたどり着くことができます。まあ、僕も過去に 2、3回かな、まあ、本当にランチとかにね、訪れたことがあります。お茶をしたりとか、まあ、ランチ、まあ、夜はねちょっとお高いのでなかなか一人で行くっていうのもちょっとね気が引けるので行ったことはないですけども、非常に素敵な建物です。正面ですね。ね、こんな感じですね。中の写真もねあります。こんな感じです。本当に高級感ある建物です。今はですねこのレストランの他に宿泊施設、そしてまあ結婚式場みたいな形でも使われているということですね。 Hello everyone, I'm just in front of the famous cherry blossom の丸山公園のしだれ桜の前ですね。 I'm like this, you know, wearing protective goggles, glasses, and this protective mask. It's better than wearing a mask, it's just this face guard. There's a little more space around my mouth and face, and you know, nose too. So it's much easier for me to breathe. But a little warmer.And this glasses, you can find it at the 100 yen shop, you know, 100 yen, only 100 yen. So just be protective. And I'm always walking like this. You know, right now, I'm just taking a walk around here and just show you this Yasaka shrine.Yasaka Jinja Shrine, and just let me walk around here. Maybe it'll go over there to see Chiyoin and Sholein. And I hope you enjoy this video. Thank you.